マカロネシアの島々。左上にアゾレス諸島、中央付近にマデーラ諸島とカナリア諸島、下の方にカーボベルデの島々が見える。マカロネシアはヨーロッパや北アフリカに近接する大西洋の複数の島々をまとめて表す用語である。これらの島々はスペイン、ポルトガル、あるいはカーボベルデに属している。 マカロネシアという古称はギリシア語のニューアルファーカッパローメガニューニューシグマヨータを意味しており古代ギリシアの地理学者によってジブラルタル海峡の西にあるとされる島々を指して用いられていたマカロネシアには大きく4つの列島がある北から順にヨーロッパアフリカマカロネシアの島々はもともとは火山であり地学的ホットスポットによって生み出されたものと考えられている マカロネシアの島々の気候は熱帯から熱帯である。ポルトガル領のアゾレス諸島及びマデーラ諸島はより冷涼な気候であり、カナリア諸島やカーボベルデよりも高雨量が多い。これらの島々は独特の生物地理学的特徴を有しており、固有の植物や動物の生息域となっている。マカロネシアの島々はいずれも大陸の一部となったことはなく、 そこにある動植物はいずれも海によって隔てられた長距離を渡ってきた。ラウリシルバと呼ばれる商用樹林はアゾレス諸島、マデーラ諸島の全域とカナリア諸島の一部標高400メートルから1200メートルの範囲を覆っていた。これらの森林は氷河期による霊量乾燥が訪れる前の古代の地中海の海底や北西アフリカを覆っていた森林と 類似している。ラウリシルバには、クスノキ科のアップローニアス、アッコッティ、タブノキなど、両部科の両部、流絶乱科の流血樹、木製科のピケニアなどが見られ、これらは表記以前から生息していたことが化石より明らかになっている。森を材木や焚き木のために切り出し、牧草と農業用に植物を取り払い、 人類によって、島の外からの動植物が持ち込まれたことによって、島々の以前からの植物を大きく置き換えてしまった。ラウリシルバは縮小し、袋地となった。それによって、多くの島々の固有の生態系が深刻な被害を受けたり、絶滅したりした。ハエトリグモのくであるマカアリスは、マカロネシアにちなんで名付けられている。ありがとうございます。